どうも皆さんこんにちは、こんばんは。吉本プラモデルブックオーク鈴木です。ということで今回は福袋で当たりましたこちらのキットをご紹介していきたいと思います。ボディビジョン動物解剖モデルタランチュラ解剖モデルでございます。ということでこちらはですね、青島文化教材社シャンがですね販売しております動物解剖モデルのタランチュラでございます。こちらは今年の1月にですね、私がアップいたしましたイエサブさんのですね福袋にて当たった、まあ、プラモデルというよりかはどちらかというと立体パズルという説明にはなっております。雲の中身が、まあ、どんなになってるかみたいなのをこう見ていくっていうものだとは思うんですが、僕はあんまり昆虫とかちょっと苦手なので本当はやりたくないですが、まあ、せっかく当たったキットでございますし、興味を持たれてる方もいらっしゃいましたので今日は実際にこちらを作っていきたいなと思います。さあでは開けていきましょう。オープン。うわうわ気持ち悪い。うえうわうわ見てください、これ。うわうわすごい気持ち悪い気持ち悪い。いや本当にこれマジで置いてあったらちょっとうわーってなりそうですね、これ。こちらがパーツと、あとはガイドブックが入っております。台座ですかね、これかっこいいな。台座入っております。じゃあ今回はこの状態のままどん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 組んでいきたいなと思っております。それでは組んでいきたいと思います。うわうわ気持ち悪い。おお気持ち悪い。うわすごいよこれ。うわうわこれ大丈夫かな若干。うわこれこれだいぶでかいですよこれ。ここかな、一応なんかここの見えますかね、ここがなんかこういう風に形が一緒になっているので、まあパズルというかを組み合わせていくことができます。わーわーできてきた。わーでかい、気持ち悪い。はい、ということで完成しました。でかっ、とにかくでかい。そしてもうちょっとカメラ越しでも若干気持ち悪い、これ持ってるのも若干きついです。さあそれでは見ていきたいと思います。はい、ということで 4D ビジョン動物解剖モデルタランチュラ解剖モデル完成しました。とりあえずですね、気持ち悪い、すごくそれだけリアルです。本当に細かいあの産毛の描写とかがもう綺麗に入ってて、まあおそらくですけど、まあいろんなサイトとかを見る限り、こう、まあ学校とかでこう解剖に使うようなものだったりするので、まあそういう意味で、まあやっぱこうモールドって言っていいんですかね、まあすごく雲としてのやっぱ描写は細かく入ってますね。まあ先ほどもちょっと見せましたけど、まあこんな感じでもう毛の感じとかも分かりますかね、すごくねびっしりね入ってるんですよ。しっかり正面から見るとこんな感じでございます。で裏面はねこんな感じになっております。あー気持ち悪い、あー気持ち悪いな、これ。こうやって見るとびっしりね入っております。こんな感じでございますよ。クリアパーツで、中身がところどころ見えるようになっております。でこういうところであれば、まあ、こんな感じで、クリアパーツが取れて、こう中身が取れるようになっております。まあ、なのでこれ、まあ、中身をこういうふうに、まあ、こんな感じになってんだな、内臓とかはこんな感じになってんだなっていうのを見るのと、パズルで多分そのバラバラに置いてて
まあ、どういう風に作るかみたいな、早く元の形に戻すみたいなゲームが多分メインかなっていう、その説明書にも一応、まあ、こんな感じで、ビギナー15分とかアベレージかな12分、アドバンスと8分、合ってるか分かりませんが、まあ、こんな感じで、まあ、組んでみなよみたいな感じだとは思うんですが、まあ、これで実際にまあ、組みながら、まあ、雲の中身をこう勉強していくみたいな、まあ、パズルなのかなという印象でございます。結構材質とかも硬いので、まあ、こんな感じでちゃんとしたプラスチックでできてますので、まあ、落として割れるみたいな心配はクリアパーツにはないかなという感じでございます。まあ、大きさ的には本当 MG サイズ、 SG のポークちゃんと比べるとこんな感じなので、まあ、大きさ的には本当、まあ、スターグレードぐらいはサイズ感はあるかなという感じでございます。この付け根が刺すのが硬いので、そこはまあもしかしたらこう小さいお子さんだけじゃなくて、まあ一緒にこう手伝ってあげたりとかしながらやるのもいいかなという感じでございます。はい、ということで今回ご紹介しましたのは 4D ビジョン動物解剖モデル、タランチュラ解剖モデルでございました。動画のご視聴ありがとうございました。吉本プラモデル部チャンネル、チャンネル登録の方よろしくお願いします。この動画が良ければぜひグッドボタンの方お願いします。Twitter、Facebook もやってますので、そちらもどんどんフォローの方お願いします。ありがとうございました。